巨大結晶、人の大きさと比較クリスタルの洞窟は、メキシコチワワ州北部の内科鉱山の地下300メートルにある洞窟である。セレナイトの巨大結晶集合体、内科3の石膏内科鉱山は鉛、亜鉛、銀などを産出する鉱山である。これらの金属に加えて、石膏の結晶も日常的に産出されていた。1985年以降、 坑道から地下水を組み上げる作業が行われている。道内は石膏の水和結晶である。この中には今までに人類が発見した結晶の中で最大級のものもあり、最も大きな結晶は長さ11メートル、直径4メートル、重さ55トンである。この巨大な結晶は非常にゆっくりと形成されたと推定されている。洞窟自体は 長さ27メートル、幅9メートルほどであるが、道内は非常に暑く気温は摂氏58度に達し、湿度90から100%を保っている。この環境下では適切な装備のない人間は約10分しか滞在できないため、長らく未踏の地であった。2000年4月、サンチェス兄弟が新たなトンネルを切削していた際、このクリスタルの洞窟が発見された。 兄弟はすぐに技術責任者であったロバート・ゴンザレスに連絡した。報告を受けたゴンザレスは、これが貴重な発見であることを悟り、すぐにトンネルを埋め戻した。この間にも何人かのコーフラーが巨大結晶を持ち出そうとして道内に若干の損傷を与えたが、鉱山の管理会社はすぐに鉄製のドアを設置し、洞窟の保護を図った。 以降もこの洞窟はペニョーレス社の管理下にあり、許可がなければ立ち入ることはできない。内火鉱山は古い断層に沿って伸び、その地下にはマグマだまりが存在する。マグマは地下水を加熱し、熱せられた地下水は溶解度の上がった硫酸カルシウムなどで飽和する。この鉱物質に富んだ熱水で地下の空洞が満たされ、およそ50万年が経過した。 その間、地下水の温度が安定して、摂氏50度前後に保たれたことで、結晶の形成と成長が促されたと考えられている。この洞窟は1985年に、ポンプによる排水が行われるまでは、地下水で満たされた状態であった。洞内の最も古い結晶は60万年前のものと推定されており、早ければ、この頃から、 結晶形成が始まったものと推定されている。前述のような高温多湿の環境であるため、道内の探索に際してはこれを防御する装備を要する。ヘルメットやヘッドライト等の一般的な装備のほか、断熱のための保冷剤入りのベストや、送風装置、防水のための特別装備が必要となる。道内では、地質学、生物学など様々な分野の視点から調査が、 行われている例えば結晶の中には内部に水を包含したものもあり、このような空撃に閉じ込められていたと推定される花粉は結晶が形成された当時の内科一体の植生を復元する手がかりとなる。しかし、人の出入りに伴う動内の二酸化炭素濃度の変化や排水による結晶への重力的負荷の増加などにより結晶が損傷することも懸念されているが、 後日のテレビ番組では、50年ほどで鉱山の創業が終了し、排水ポンプも止まるため、洞窟は再び地下水に満たされる予定だという。2009年4月5日、NHK 武士で放送された、ハイビジョン特集競技の決勝洞窟で、カナダ・メキシコ共同制作による洞窟内部の映像が放映された。番組では、サンチェス兄弟へのインタビューや、 CG による洞窟の全体像が放送された。ありがとうございます。